はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ピクセル画廊です。今回はポケモンのキャラクターで、ポッチャマというキャラクターのドット絵を作っていきたいと思います。今回使いますブロックは、黒色の羊毛、スライ色の羊毛、黄色の羊毛、青色の羊毛、白色の羊毛、赤い色の羊毛、これらのブロックを使って今回のドット絵を作っていきたいと思います。はい、それでは今からスタートします。まずこの位置から黒色の羊毛を左方向に1、2、3、ここから1、2、3、4、5、6、7、8個開けて、この位置から黒色の羊毛を1、2、3、4、5、一段上がって黒色の羊毛を1個、黄色の羊毛を1、2、3、4、黒色の羊毛を2つ、移動してきてこの位置に黄色の羊毛を1個、左隣に黒色の羊毛を1個、移動してきて黄色の羊毛を右方向に2つ、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を1個、黄色の羊毛を左方向に1、2、3、4、黒色の羊毛を1個、間を空けてこの位置に黒色の羊毛を1個、黄色の羊毛を1、2、3、黒色の羊毛を2つ、一段上がって右へ2つずらして黒色の羊毛を1個、空色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1、2、3、4と、間を空けてこのうちに黄色の羊毛を1個、左隣に黒色の羊毛を1個、移動してきてこの位置から右方向へ黄色の羊毛を1、2、3、黒色の羊毛を1個、一段上がって左へ1個ずらして黒色の羊毛を左方向に2つ、黄色の羊毛1個、空色の羊毛を1個、黒色の羊毛を2つ、空色の羊毛を1、2、3、4、黒色の羊毛を2つ、一段上がって空色の羊毛を1個、左隣に黒色の羊毛を1個、移動してきて空色の羊毛をここから右方向に1、2、3、4、5、6、7、黒色の羊毛を2つ、一段上がって黒色の羊毛を右方向に2つ、移動してきてこの位置から空色の羊毛を左方向に1、2、3、4、5、6、7、白色の羊毛を2つ、空色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を1個、空色の羊毛を1個、白色の羊毛を2つ、空色の羊毛を1、2、3、4、白色の羊毛を2つ、空色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、青色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、一段上がってこの位置から黒色の羊毛を右方向に1、2、3、4、で移動してきてこの位置から左方向に黒色の羊毛を2つ、空色の羊毛1個、白色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1、2、3、空色の羊毛1個、
黒色の羊毛を1234 1段上がって黒色の羊毛を1個、で空色の羊毛を1、2、3、黒色の羊毛を1個、空色の羊毛を1、2、3、黒色の羊毛を1個、空色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1個、空色の羊毛を1、2、3、4、黒色の羊毛を1個、1段上がって左へ1個ずらして黒色の羊毛を1個、空色の羊毛を1、2、3、4、5、黒色の羊毛を1個、で空色の羊毛を1、2、3、4、5、6、7、8、9、黒色の羊毛を1、2、3、で1段上がってこの位置に空色の羊毛を1個、黒色の羊毛を左隣に2つ、で移動してきてこの位置に空色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、青色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1、2、3、4、5、6、7、青色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、空色の羊毛を1、2、3、黒色の羊毛を2つ、1段上がって左へ2つずらして黒色の羊毛を左方向へ1、2、3、4、5、で白色の羊毛を1、2、3、4、5、6、7、黒色の羊毛を2つ、空色の羊毛を1、2、3、4、黒色の羊毛を1個、1段上がって空色の羊毛を1個、左隣に黒色の羊毛を1個、移動してきて空色の羊毛を右方向に1、2、3、黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を1、2、3、4、黄色の羊毛を1、2、3、白色の羊毛を1、2、3、4、黒色の羊毛を1個、1段上がって白色の羊毛を1個、右隣に黒色の羊毛を1個、移動してきて白色の羊毛を左方向に1、2、3、黄色の羊毛1個、赤色の羊毛を1、2、3、黄色の羊毛1個、白色の羊毛を1、2、3、4、黒色の羊毛1個、空色の羊毛を1、2、3、黒色の羊毛1個、1段上がって黒色の羊毛を右方向に1、2、3、4、白色の羊毛を1、2、3、4、5、赤色の羊毛を1、2、3、4、5、白色の羊毛を1、2、3、4、5、黒色の羊毛1個、1段上がって黒色の羊毛を1個、で白色の羊毛を左方向に1、2、3、4、5、赤色の羊毛を1、2、3、4、5、白色の羊毛を1、2、3、4、5、黒色の羊毛1個、1段上がって白色の羊毛1個、左の隣に黒色の羊毛1個、移動してきてこの位置に白色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、
白色の羊毛1、2、3、黄色の羊毛1、2、3、4、5、白色の羊毛1、2、3、黒色の羊毛1個、白色の羊毛2つ、黒色の羊毛1個、一段上がって黒色の羊毛1個、白色の羊毛1個、黒色の羊毛1、2、3、白色の羊毛2つ、黄色の羊毛1、2、3、4、5、白色の羊毛2つ、黒色の羊毛1、2、3、白色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、一段上がって黒色の羊毛1個、白色の羊毛1個、黒色の羊毛1、2、3。え、白色の羊毛2つ、空色の羊毛1個、黄色の羊毛1、2、3、空色の羊毛1個、白色の羊毛2つ、黒色の羊毛1、2、3、白色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、一段上がって黒色の羊毛1個、空色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、白色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、白色の羊毛2つ、空色の羊毛1、2、3、4、5、白色の羊毛2つ、黒色の羊毛1個、白色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、白色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、一段上がって黒色の羊毛1個、白色の羊毛2つ、黒色の羊毛1個、白色の羊毛2つ、空色の羊毛1、2、3、4、5、6、7、白色の羊毛2つ、黒色の羊毛1個、白色の羊毛2つ、黒色の羊毛1個、一段上がって黒色の羊毛1個、白色の羊毛左方向に1、2、3、4、5、空色の羊毛1個、青色の羊毛1個、空色の羊毛1、2、3、青色の羊毛1個、空色の羊毛1個、白色の羊毛1、2、3、4、5、黒色の羊毛1個、一段上がって右へ1個ずらして黒色の羊毛1個、で白色の羊毛1、2、3、4、で青色の羊毛1、2、3、空色の羊毛1個、青色の羊毛1、2、3、白色の羊毛1、2、3、4、黒色の羊毛1個、一段上がって黒色の羊毛1個、青色の羊毛1個、白色の羊毛2つ、青色の羊毛左方向に1、2、3、4、5、6、7、8、9、白色の羊毛2つ、青色の羊毛1個、黒色の羊毛1個、一段上がって右へ1個ずらして黒色の羊毛1個、青色の羊毛右方向に1、2、3、4、5、6、7、8、9、
7、8、9、10、11、12、13。黒色の羊毛1個。1段上がって左へ1個ずらして黒色の羊毛1個。青色の羊毛を左方向へ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。黒色の羊毛1個。1段上がって右へ1個ずらして黒色の羊毛を2つ。青色の羊毛を右方向に1、2、3、4、5、6、7。黒色の羊毛を2つ。1段上がって左へ2つずらして黒色の羊毛を左方向へ1、2、3、4、5、6、7。それでは全体を見てみます。はい、このような感じになりました。いかがでしょうか。もし今回の動画よろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の動画最後までご覧いただきどうもありがとうございました。それでは今回この辺で終了とさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。それでは今回はこの辺で失礼します。